YouTube 動画をご覧の皆さん、こんにちは。ラボクボーカル教室インストラクターの金子ゆきです。今日は三浦大知さんのリプレイをやってみたいなと思います。3回にあたってお送りしたいなと思うんですけれども、今日は1回目ということで A メロ編をやってみたいなと思います。とても難しい曲なので頑張っていきたいなと思います。よろしくお願いします。今日もあちこちで飛び交うバラ、Oh no、 アンダーグラウンドでも地上でも同じさ。ルール1から keep it on you got、 その敷かれたレールから fly、 プライドかけたムーブで超えて作るニューイメージ break it。はい、この部分になります。とてもですね、もう本当にかっこいい、かっこいいという曲、言葉がすごく似合う曲なんじゃないかなと思います。で、A メロなんですけれども、ここに関しては、キーとしてはそこまで高くはないんですね。ただ、言葉のニュアンスであったりとか、音程も結構ですね、細かく動いていて、すごく取りづらい部分もあるので、そこを音ですね、しっかりと音を当てていくというところをまず一つ大事にしていきたいなと思います。で、二つ目、ここがすごく大事かなと思うのはその声のニュアンスですね。歌うというよりはどちらかというとこう、言葉をかっこよく放つラップとまではいかないんですけれども、ちょっとそこに似てるテイストというか、歌うというよりは、一つ一つのシーンですとか言葉なんかを大事にこうニュアンスを大事にして放つというところが大事かなと思います。で、そこにその声の出し方のところで、結構 A メロに関してはですね、地声をたくさん使っている、前に出ているというよりはどちらかと地声を、抜いて、今日もあちこちで飛び交うバロルというよりは、息を多く足してあげる。地声を抜いて息を多く足してあげる。今日もあちこちで飛び交うバロル。なんか、そんなに大きな声でガーッと歌うというよりは、ちょっと話すという感覚の延長線上にあるような感じで、歌ってあげられるとすごくニュアンスがいいんじゃないかなと思います。で、単語のですね、発音の仕方ですとか、放ち方がすごく大事になってくるかなと思います。はい、といったところでですね、ちょっと歌詞も見ながらちょっとやっていきたいなと思います。はい、こんな感じでまとめてみました。 V が打ってある場所がブレスを取る場所ですね。はい、今日もあちこちで飛び交うバロル、Oh, noといった感じですね。はい、ブレスの位置、ここはしっかりと取っていきましょう。で、一つ一ついきたいなと思うんですけれども、まず前半部分、ここまでで一つですね。こっからまたちょっとメロディーが変わります。 A メロも大きく分けると二つに分かれるかなと思いますね。上の部分をちょっといきたいなと思います。今日もこのももがちょっと節回しが入っております。今日もあちこちで飛び交うバロル。このバトルというところですか、ちょっと英語っぽい、実際のその英語っぽい発音ですね。バロル。で、ここだいぶ低くなるので、今日もあちこちで飛び交うバロル。結構息多めでですね、そんなに力んでいくというよりは、肩の力を抜いて、楽な状態で、ちょっと言ってあげるぐらいがちょうどいいかなと思います。で、ここでちょっとシャッと弾いてますけれども、で、飛び交うバロル。ここで、ちょっと一旦置く。Oh, no, oh, ここも節回し入ってますね。Oh, no. で、no の語尾の感じなんですが、no と下に下げる感じ。Oh, no.ですね。で、この O なんですけども、入り方がですね、ちょっとエッジボイスが入ってるかなと思います。この O 感じ、重音ボイスですね。このエッジボイスから入っていく。No. この感じ。これ結構歌い回しで、使われる方とても多いので、一つぜひチェックしてみていただけるといいかなと思います。はい。じゃあ2行目に入っていきましょう。
アンダーグラウンドでも地上でも同じさ。はい、ここ行きましょう。アンダーグラウンド、アンダーグラウンドなんですが、まあ D はあまり発音せずですね、アンダーグラウンドでも、もう D はもうこことつながってる。逆にこの日本語とリエゾンしてしまってるみたいな感じですね。アンダーグラウンドでも地上でもで、もうこのもうでまた節回して、もう地上でもで、ここをちょっと置いて同じさ、このさちょっとカット区切り気味で、かつ、息でちょっと投げてあげれるといいかなと思います。同じさ、こんな感じですね。全体的に息は多めです。地声は抜いて優しく優しいというか、まあ息多めですね。かつ言葉を一つ一つしっかりと放っていきたいなと思います。ここからじゃあ後半に入っていきましょう。Rule one, can I get be on you got? ここですね。Rule one, その次のその、ここもそうですね。Pride.ラララララララ、このふわりが全部です。なな、ななななななな、なな、なな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 な、なな、ななななな、このここをきっちりとこう言葉に引っ掛けて、言葉にですねこう引っ掛けてあげるという感じの発音がいいかなと思います。ルールワン、ルールワンというよりはルールんから始まる感じですかね。Rule one, gotta get me on you got. で、最後語尾を上げてあげる。Give it は、ここはリエゾンで繋げてあげてください。Rule one, gotta get me on you got. な感じですかね。その、っていう感じですよね。その、とかだとちょっとなんかスカーって行き過ぎてしまうんで、その、こういう感じが、いいかなと思います。敷かれたレールからフライ。ここすごく優しいですね。敷かれたレールからフライ。はい。プライド。ここもですね、引っ掛けて、言葉に引っ掛けてください。プライド。かけたムーブ。ここはすごいスタッカート気味というか、一つ一つのシーンしっかりといきたいと思います。プライド。かけたムーブ。で、語尾。で、開けてください。超えて作る new image breaking、超えてここですね。てえを入れてあげてください。入れてあげて、もらえるといいかなと思います。超えて作る new image breaking、image breaking、ここもふわり、ちょっと韻を踏んでいる感じっていうんですかね。Image breaking、このニュアンスを沿わせてあげられるのがすごくいいかなと思います。で、語尾はちょっと上に向いている感じですね。Image breaking。はい、いかがでしょう。ちょっと細かく言ってみましたが、ちょっと今の部分を踏まえですね、最後歌って、終わりたいなと思います。今日もあちこちで飛び交うバロル Oh no アンダーグラウンドでも地上でも同じさ Rule one Gotta keep me on you got その敷かれたレールから fly Pride かけたムーブ超えて作るニューイメージ Break it。 はい、いかがだったでしょうか。三浦大知さんのリプレイ A メロ編でした。とてもかっこいい曲ですね。しかしちょっと細かい部分で難しい部分もたくさん入っていましたので、ぜひちょっと一つ参考になればいいなと思います。はい、では、次はですね B メロ編に入っていきたいなと思いますので、ぜひその時にお会いしましょう。じゃあ今日はこのあたりで終わりたいなと思います。じゃあまたね。